また私たちの友人茨城さんのお話です1988年当時18歳の茨城さんは地元のこう同い年の友達 H さんと2人で合宿免許を取りに行くことにした合宿免許ってね私も実はね普通自動車の免許は合宿免許で取ったんですよ私の場合どこだったかな宇和島だったかななんかに行って 取ったんですけどねあの2週間ぐらいでねあの最短で、えー、免許が取れるでこう合宿所がありましてねそこにまあ寝泊まりしてで一生懸命こう練習するわけですねで試験を受けたりしてっていうねでそうするとまあ夏休みであるとか冬休みであるとか特にね学生なんかはねああのまな、あ、んでしょうねこう うん、旅行も兼ねてって言ったらおかしいんですけど、まあ、ちょっとこういつもの日常からは離れてこう少しね旅気分な感じでねで、えー、どこかに行ってで効率よくあの短期間で比較的安く免許が取れるんでね今でもあると思うんですけどね私が若い頃なんかは合宿免許で免許取るの、まあ、流行ってるっていう言い方が当たってるかどうか分かんないんですけど 全然珍しい話ではなかった茨城さん私より少し年下なんですけどやっぱりね合宿免許を利用したわけですねはい冬だったそうですよ18歳の冬茨城さんと H さん合宿免許でねあの合宿所泊まって自動車の免許を取りに行ったわけですでついてみたらやっぱり2週間のコースなんですけれども 1、えー、一室6名だから6人が相部屋で同じ部屋で寝泊まりするっていうことででその部屋っていうのはねこう2段ベッドが3台置いてあったそうですよだからこう上下にねこうねこう2人ずつこうね入ってって6人で泊まれる部屋になってるわけですね。でえー、と茨城さんとその友人 H さんは同じベッドをシェアすることにした。で 茨城さんが上でエイさんが下の段っていうねことになったって言うんですねまあ、茨城さんって方はねあんまり体が大きくないうん小柄って言ったらそう小柄ってほどでもないかなって思うんだけどねまあ,あの軽量級なんですよだからねなんていうかね2段ベッドだったらそうね上の段に寝た方がいいかもしれないですね、えー、あんまりね大柄な重い人がね上寝るより軽い人が上寝た方がいい まあ、そんなわけでエイチさん下だったで同じ部屋にね一人ちょっと特徴のある人がいたでそれはね、えー、茨城さんに言わせると坊主の息子だったって言うんですけどねどこその,あのお寺のご住職の跡取り息子さんが免許取りに来てたっていうんですねえ年は同い年だったっていうんですよまあ特技は般若心信とそういうようなね青年も同じ部屋にいたでその他三3名っていうんですね あの合宿所にはね他にも部屋があってそっちにはあの女性なんかもいたんですけど私もね合宿免許の時そうだったんですけどあの女の人は女だけの部屋で男の人たちは男だけの部屋みたいに分けられてるもんなんでで男ばっかり6名の部屋ですはいで、えー、最初の番最初の番です 消灯時間がなんとなく決ままってる、まあななんとなくねこう初日ですからみんなでいろいろと話をしてちょっと夜遅くなっちゃってでも明日また朝早いからもう寝なくちゃってことでみんなそれぞれベッドに入りました茨城さんと栄一さんも二段ベッドにそれぞれ入ったで最初は、ね、寝てたんですところがねなんかねこう寝入り 寸前ぐらいにドンドンドンとなんか変な音が部屋のすぐ外から聞こえてくるあれなんだろうな眠れないなドン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 近づいてくるような気がするななんか足音みたいな感じもするなと茨城さん思った。 こう非常にこう重たいうんもし足音だとしたら滑腐の,のいい男性の足音か何かかなこう体重の重いね大きな男がドシンドシンドシンと歩いてくるようななんかそんな音がこう外の廊下からどんどん部屋に近づいてきてる。 部屋のドアのすぐ外で何か足踏みでもしてるみたいにそこで止まってるようなどん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 あれ変な音聞こえるなと思ってまあでもそのうち眠っちゃったんですで翌朝エイチさんになあ昨日の夜さって話しかけたらエイチさんが「ああ誰か来てただろ」 っていうえお前も聞こえたの足音と一さんがうんあれ男だよと言うんですで茨城さんえ男なんでそんなことわかるんだよ足音は聞こえたけどさっていうようなことをはいすいません本当はオール関西弁です、えー、これあのー、関西弁で再現して読みたいという方がいたらあのこちらの ええ、一丸八階段、夜叉の方で、ぜひ、お読みになってください。はい、話に戻ります。私関西弁できないんで。で、そうすると、こう、エイチさんは。いや、実は俺、俺霊感あるんだよ。茨城さんもね、霊感あるんですよ。だから、茨城さんが。え、そうなのか。俺もだ、みたいなね。でも、どうもね、エイチさんの方が。 霊感が、うん、優れてるんです、ね、えー、でえで、ー、茨城さんにはそこまで分かんなかったけどエイチさんにはもうそのドアの外まで来たその足音の主これがね男だっていうのが分かる。で男の霊だとというよううよよなことを言うんですよで茨城さんはうわ気持ち悪いななんて思いましてね。でその まあだからその日の日夜ですね要するに2日目の夜2日目の夜もまたみんなで2段ベッドに潜り込むでそうするとね牛つ時に下の段に寝てたエイチさんがギャーッと悲鳴を上げるんですで何かなと思って「なんだなんだ」茨城さん目が覚めちゃってでこう下の段覗き込むとエイチさん枕元のあかりをつけて こう顔を押さえてていててててと言っている。とねこうその顔にね血がついてんですよ。えっどうしたなんで怪我してんだってびっくりしてこう下んだんのぞき込みながら聞く。他の仲間も起きてしまってどうしたどうしたと見に来る。とねこうエイジさん顔にねこうひっかく傷がついてる。でこれがひどいこう ずばれでところどころ皮膚が裂けて血が滲んでる獣にやられたようなねものすごい傷なんですよ。ななななんんんんだだどうししたなんでそんな怪我してるって言うとエイシさんが言うには変な獣がこう自分のベッドのそばまで来たんだ 犬だか狼だかなんだかわからないんだけどこの獣がこ来てこれが襲いかかってきたんだよというで「えー、そりゃ大変だな怖いじゃないか」いや怖いよまあとりあえず怪我の治療をしてするとこの住職の息子というねこのアイ屋アの中の一人が。 何かこの部屋にはあるのかもしれないみたいなこと言うえあるって何がだよいや何かこう曰くがとりあえずお経をあげましょうみたいなこと言って搬入神経を唱えてくれてみんなもなんとなく手を合わせてでこの度胸が聞いたんでしょうかその夜はもうその後何も起きなかったところがねまた その夜ですね朝になってまた夜が来るまた同じようにベッドに入る「なんかな嫌だな」ってエイチさんが言ってる「いやもう大丈夫なんじゃないかお経読んだし」みたいなこと言ってでところが今度またエイチさんがギャーっと悲鳴を上げて起きる「でなんだ?」って言ったらあのこう男が入ってきて。 自分に馬乗りになって押さえつけられたっていうんですねで「ほら見てみろ」と言ってこう上まくって見せたら男の手形がついているそれがもうじ麻疹のひどいのかミミずばれみたいな感じにこう手の格好に膨らんで真っ赤に腫れてるっていうんですねこれが両側にある。でこれはいけないと言うんでで またハニヤ神経を唱えて、でモリジをして寝たんだそうです。でその夜は何もなかった。でもね、さすがにもう三夜連続でエイチさんひどい目にあってますよね。でこりゃおかしいぞっていうことになりました。でどうしたかっていうと、こう昼の明るいうちに、こうアイベの六人でみんなでこう話し合いまして。 このエイチさんが寝てるこのベッド茨城さんとエイチさんが寝てるベッドが何かおかしいんじゃないかだって他の連中には何もないエイチさんばっかりひどい目に遭うでちょっとこれ動かしてみようぜってことになったでみんなでその二段ベッドをえっちらおちらこうね持ち上げてずらしてみたんですそしたらそのチさんが寝ていたそのベッドの置いてあった場所 その床ですねそのベッドの下にあったところそこにねこうべったりと生乾きの赤黒い血痕があったそれもねもう水たまりのよう結構な大きさこんなに血が流れたら人は死んでしまうというようなそういう血の跡がどうだったいや跡というより血が血のりがまだ乾ききってない。 でこれは何だと血だまりにしか見えないじゃないかこれはおかしいとりあえず雑巾や何かを借りてきましてみんなでその血だまりを拭いて気持ち悪かったでしょうけど掃除をしてでそこに塩をまいてまたそこにも盛り塩をして、まあ、清めたわけですよね。そししててみんなでまた度胸をして ね、今度は念入りにこの住職の息子がもう一生懸命心を込めてお経を読みましたそしてさあこれで解決したんでしょうかところがですよそんなことはなかったんですまた夜になるとエイチさんがギャッ んだ?」って言ってみんなが駆け寄ると今度は「足をつかまれたって言うんですね変なものに足をつかまれた」って足を見ると足にまた真っ赤な手形がついてるんですよ。で「おかしいじゃないか」「清めたはずなのに」って言って2段ベッドをまたずらしてみるするとまたそのベッドの下に 婚というよりりかは、血だまりがね、復活していたっていうんですよで茨城さんたちみんなで震え上がっちゃってまたそれを掃除してまた塩を持ってまた度胸してで私そこまで聞いて茨城さん訪ねたんですそれでもう大丈夫だったわけですかね そういうふういいふに聞いたら茨城さんが「そう思うだろう」と「そうじゃないんだよ」と「実はねその後も完全には静まらなかったんだよ」って言うんですよ。でもねでも結局みんな根性で乗り切って H のやつもちゃんと免許取れたんだよっておっしゃったんですけどね。 そんな終わり方でいいのかなと思いながら、まあ、茨城さんの顔を私じっと見まして「ええい H さん本当大丈夫だったんですか?」たら「いや大丈夫だったよ。え結局は根性だよ根性!」ってねおっしゃったんですよ。そんな話を聞きました。 いやそれ知らないんですけどねそれはわかんないんですけどであそうそうでちょっとねこの話しててね本の方には書いたんだけど他にもねベッドがガタガタ揺れるであるとかねあのコンコンとベッドの枠をねこう拳で叩かれるであるとかねいろんな怪奇現象がその茨城さんと栄一さんのベッドにだけ起きたんですって。でで他ののの人たちのベッドには起きなかったんですってだかっっっんすてだらやっぱその 部屋というよりベッドに問題がねあったのかもしれないと思うんですよねエイチさんも根性だよ根性って言ってたけどよくまあそのままそこでね粘りましたよねうん普通だったらね誰かとベッド変わってくれてみんな変わりたくないですよね部屋変えてほしいとかねなんかもっと騒ぎそうなもんですけどねでもまああの根性で乗り切っちゃったらしいんで、えー まあここで終わりというそんな話なんですけどね。